こんにちは、あるいはこんばんは、生体院岩堂です。しゃらせはっということで、久しぶりに撮影なんですよね。そうですね、マシュマロもどんどん喋りますよね。大量に溜まってました。何本？いや、大量には溜まってません。何本ですか？5本です。ふざけるなということで、今日は定番のマシュマロ会ということで、はい、はい、どっちから読みますか？丈短いんで、ああ、ちょっと恥ずかしいと思って。じゃあ短いの僕ですから。ああ、そうなんだ。短くて太い。ああ、なるほど。ああ、わかりました。太いのかな。太いのかな。個人の感想ですけど。じゃあ読んでください。院長の前世は徳を積んだ電マとのことですが、肩こりのセルフケアとして電マって効果あるんでしょうか。関係ないよ。年齢と性別はやっぱないです。ないです。院長が電マっていうことと電マって効果あるんでしょうかっていうとこと、ちょっとこれ別の話になると思うんですけど、うん、まあまあ電マに聞いてみたいということなんですかね。ああ、電マの僕に聞いてみたいというと。とんだバカ野郎だね。なぜ俺の前世を知って肉ちゃんを見ちゃったのかな。まあそれかここで聞いてるか。あれはメイちゃんが悪いよな、本当に。俺もそうなんだ。あの撮影したちょっと前にメイちゃんがたまたま来てて、はいはい、こう微振動を出すわけですよ、僕ね。はい、こう前動画で前公開したけど、あの肩入れってやつ、はいはいはい、でこうバーっとちょっとこれ振動欲しいなと、うん、緩めるためにブイーンって微振動出して、うん、普通さ、まあ普通のうちの内容ではそれ必要ないじゃん、別に微振動やってって言わないじゃん、はいはい、ね。でまあ俺の特殊能力ですよ。で右手で微振動を出したら左手で全く同じ回転数の微振動が出ると、うん、これっていうのははっきり言って特技、両利きレベルの特技じゃん、うん、だから、まあ、それですげえだろと、俺前世が徳を積んだ電話なんだぜってことで、はいはいはい、今のあのマッサージガンみたいなのがじゃブイーンってありますね。まあそれはあるんだけど、肩こりで何電話が効きますかって、こう、うん、セルフケアとして効果があるのでさ、言っとくけど電話を連呼させるな。勘違いされるだろ、電話電話言わせんな俺に。まあ電動マッサージ機ってことですからね。ちゃんとな、ね、正式名称頼むわ、うん、シンプルにどう思います？で効果はあるんじゃないですか。あると思う、うん、どう思う？まあ、効果自体はないとは思うんですけどね。なんでどっちもボケんかったの？久しぶりすぎてちょっと。そうですね。ああそっか。確かに確かに俺忘れてたわ、今ボケることを。そうそうそう、あのちょっと今日撮影だからさ、ちゃんとあの真面目に差し込み動画撮った時はガンガン天然出してきたんだからさ。あ、そうですね。動画を楽しみのところちょっと失礼します。生体院岩堂では共に働く仲間を募集しております。詳しくは概要欄に貼ってあるスタッフ募集動画をご覧ください。あのガンガンの天然さ今出してみようよ。逆に真面目にやるって言っちゃうんだ。ああ、真剣に、お前にだけ言っとこうか、真剣にやれ。それでだから俺長文真剣に読ますととんでもなくなる。そうっすね、うん、まあ、シンプルに肩こりで、まあ、肩が痛いなとなった時にここをねブインってやって気持ちがいいっていうね、なんですか？俺の電話持ち歩いてますから。気持ちがいいよっていうのはあるかもしれないんだけど、そもそもなぜ肩が凝ってるのかっていうのに着目してないグッズなんですよ。ね。そうね、上からやりましょう。そうね。電話の全てを知ってる人みたいな。そうなんだ。設計者かなんかなんで。いや、電話さんにそれ言われちゃったら、あの前世だから今違うから。何が原因での肩こりかっていうのに対して、うん、電話を使った施術をすればそれが効くんだったら電話効くんですよ。で姿勢だったり使いすぎだったり一定の姿勢保ちすぎだったりっていう、そういった理由がある場合はね、あんま意味がない。要するに症状っていうのは結果なんですよ。で大事なのは結果じゃなくて原因を特定することで、それに対して適切な施術なり処置なりをすることってこと。となると、このやはり前世が電話ということでね、真剣に答えさせていただきましたけれども、まあそっちでは意味がないかな。じゃあ本来の電話の使い方っていうのは一体何なのか。本当そっちなんすかね。そっちってそっちってのはじゃあどっち。えエクスタシー。あ、わあ、いいね。うまいね。えんちゃん。
ちょっと先輩うまいとこ持ってっちゃったけど。エクスタシーの次どうなの、正しい本来の電波の役割って。スプラッシュマウンテン。なんで変な動きつけたの。それによくわかんないし、みんなお前のこと嫌いになって今まで。ということで、まあエクスタシーグッズですね。結論はメインはそっちってこと。そう、例えばね、座骨神経痛とか、ボールをさ、お尻の上のところにこうグッと置いて仰向けに寝転がってね、こう圧力入れるとか、その時に振動が発生してると、振動でちょっと周りの筋肉が緩むっていうのがあるんだよね、多少、うん、だそういうにはいいかもしれないんだけど、まあやっぱ結論としてはエクスタシー。ああ、もう今日もそれ一点張りですよね。まあそうですね、はい。でやっぱね、こう僕は基本的に前世とか来世とか、まあ、こう考えたくないタイプなんですよ、ね、でうちの神さんにこう言われたの、まあ、死んだら、ね、こう次のにこう生まれ変わる、俺はどうなりたいんだみたいな、私はまた生まれみんなと一緒にいたいみたいなことを言ってるわけですよ、ね、でも俺は最後の自分でいたい、もう俺は俺で終わりたい。ああ、俺と一緒ですね。なんかそうやってかっこいいと思って言う。気持ちわかるけど。あんな生まれ変わったですか。いやー、特にないですよね。そのもし、まあお前ら二人ともさ、何も得積んでないからさ、またまあワンチャンで人間になると思うんだけど、次はね、早い段階からちゃんと二人とも勉強しなさい。いやー、それはね、あのね、それはそう思いますよ。ええ、うん、もう勉強って大事なんだなって大人になればなるほど思いますからね。で勉強してないでしょ。してないです。だから俺くらいさ、自分のことちょっと言っちゃうのあれだけど、勉強はしてなかったけど頭の回転だけ異常に早いじゃん、うん、だったら勉強しないでもやってけんのよ、はい、だって頭よく見える、見せる振りがうまいんだもん。でもできないだろお前たち。できないです。じゃあ来世にな、今魂に刻め。覚えてられるかな。いやいや、本当にもう人生で最後の師匠だと思うの。もう30ぐらいになってくると、そうなると最後の師匠の本当、なんつうの、助言ではなくてお願い。お前たちへのお願い。お願いベース。まあお願いされちゃったらしょうがない、ね、そう本当、魂に刻んでほしい。次また人になるときは結構一から勉強を頑張るって本当に誓っていただきたいなっていう、まあ、そういうことでね、まあまあ前世でね、たくさんね、徳を積めたのでね、僕は電魔として。で、今は、まあ、基本的には美容整体院として。まあ、前世でもおそらく、女性のために役を立てたと思うんですよね。やっぱ心意気が前世から電魔だったと思う。ああ、心意気の話だ。そうそうそう。だって、あのね、こう、輪廻転生って300年周期とか言われてる。300年前に電魔あんの？だって。いい、ああ、わかんないですよ、でも。いや、電動ではない。いや、電動ではない。だから、多分、心意気の電話なんだよ。気持ちの上では。そうそうそう。気持ちの上で、そうそう。なんか、手動でなんかしたら、ビシンと出せる機械だったかもしれないから、ね。うん。だそういうことでね、納得してもらえればと。どうですか、この、途中はちゃんとしてたでしょ。してました。そうそう。まあでも、どうなんですか、その場しのぎには別に使ってもいいもんなんですか。ああ、気持ちいいにしかなんないから。ああ、まあだけは結局そういうことですね、うん。そうそうそう。解決はしないんだよね。ただなんかその振動って筋肉に与えると多少緩むっていうのがあるんだけど、うん、でも姿勢とか、その一定の姿勢で固まってるとか、うん、そういうのが原因の方が多いんだよね、ケースとして。あとストレスとかさ。うん、そうなると、そっちを解決する、した限りは、うん、ただ、下手くそな人が肩もみしましたよと、同レベル以下だと思う、多分。ひょっとしたら、うん。こうやって持って、こうやってグイッて当てることで疲れるんで。うん、そういうことですよ。電話からのアドバイスでした。勢いだっていいでしょ。俺の前世知ってるっつって、うん、そうやってもう言うから。最近なんかもっとこうお姉さんのいる飲み屋に行った時にもっとすごいこと言ってるよ。何言ってんすか。最近お姉さんのいるところ一緒に行ってないですからね。そうだよね、まあ、聞いてないです。そうそうそう、俺言って仕事何やってんのって分かんないから俺の仕事、うん、何やってるのっつって、あ、俺っつって見て分かんないっつって、まあ、分かんないから聞いてんだよね。だあとこいつは飲んで酔っ払って記憶ないから分かんないから、うん、覚えてない。まあ、そうだな、僕の仕事はね、強いてと、そう、うん、ピザみたいな仕事。
今の P ですか。あ、もちろんあのガンガンってカット入りました。あ、入ったと思います。ちゃんと自分で入れるつもりで言いました。久しぶりに聞いたことない。その名称。そうでしょ。お仕事それです。まあまあまあね、女子に喜んでいただく仕事をしておりますよ。まあまあね、ご理解していただけました。大丈夫ですか。なんか追加情報あります。大丈夫。いや大丈夫です。大丈夫ですか。わかりました。はい。質問にはね、こうやって答えるんですよ。ということで、ご視聴ありがとうございました。